ああ、やばい、本当にやばい、今回テスト勉強を1ミリもしてません。まあいいや、このテストがどうだろうと、これが終わったら夏休み。むっふっふ、夏休みは1ヶ月、いろんなことをしちゃいます、楽しみ楽しみ。皆さん、席についてくださーい。今日からテスト週間です、皆さんは勉強してきましたか？あ、ちなみに今回のテストで明らかに成績が悪かった方々には、夏休み返上の夏合宿をしてもらいますので、よろしくお願いします。夏休み返上？そんな。それではまずは国語のテストからです。皆さん、頑張ってください。仕方ない。こうなったらやるしかない。見せてやります。霊夢ちゃんの底力を。さあ、行くぞ。第一問。これ、なんて読む？え、超簡単じゃん、中島。え、なんで？絶対中島でしょ。これは抗議物です。正解は、磯野カツオの親友で、主に磯野カツオが野球をするときに登場してくるキャラクターです。そんなのわかるわけねえやろがーい。くそ、予想外に難しい。次の問題に行こう。それでは第2問目。四角に入る言葉を埋めよ。ふむふむ、これも簡単簡単。一期一会、もしくは一喜一憂、さらには一問一答、たくさんあります。え、なんで？正解は、こちらです。だからわかるかー。え、何このテスト、絶対正解とか無理じゃん。うぷ主がいきなりスプラトゥーンのエスプライクぐらい無理ゲーだよ。それでは第3問目。まずはこちらをお聞きください。ナンムアンミラーブ、ナンムアンミラーブ、ナンムアンミラーブ、ナン。どうですか？いや、どうですかと言われても。なんでじゃあ。それでは第4問。ということで、霊夢以外の人たちは夏休みを楽しんでください。なんでみんな正解してるの？おかしいでしょ。勉強した人なら誰にでもわかるようにしてましたよ。つまり霊夢は勉強をしてこなかったということです。さあ、一緒に夏休みのお勉強会、楽しみましょうか。ちくしょう、なんか納得いかねえ。皆様、本日はトライアングルチャンネルをご視聴くださり、誠にありがとうございます。もしこの動画が面白いと感じてくださった方は、高評価、並びにチャンネル登録してくださると嬉しいです。ちなみに登録方法は、概要欄の下の赤いボタン、今出ている画面の矢印の先をクリックしてくださると登録できます。それと、サブチャンネルの方でも動画投稿しておりますので、よければそちらもよろしくお願いいたします。最後は霊夢の一言でお別れです。ではどうぞ。今テストの人は多いと思います。大変かと思いますが、この動画を見て頑張ってください。応援しております。ちなみにうぷ主は歴史のテスト以外はズタボロでした。